やぶさめ。やぶさめ、やぶさめ、やぶさめは、失踪する馬上から敵にかぶ矢をいる。日本の伝統的な記者の技術、稽古、儀式のことを言う。馬を馳せながら矢をいることから、矢は馬、矢ば馬と呼ばれ、時代が下るにつれて、やぶさめと呼ばれるようになったと言われる。現代では、武田流や小笠原流などの流派が古来から、減少するやぶさめや、 各地神社の神職やうじこ、または保存会などに受け継がれたやぶさめが儀式や祭典として実施されている。その他、馬上休術をスポーツ競技として企画化したものや、心臓の馬上休術の儀式が、やぶさめと称され実施されている。やぶさめを含む、ーバ礼法は、官平8年、896年に、歌天皇が、源義有に命じて制定され、 また、中浮の永長元年、1九十六年の孔などに、記されているように、馬場における実践的休日の一つとして、平安時代から存在した。関白、藤原忠道によって、春ス大社和紙屋の社殿が改築され、公園二年、1三十六年三月四日、春日に茂出で、和紙屋に、社産、中浮、有権期、文営10.226条氏、 9月17日、初めて、春川神谷御祭おんまつりを行い、山和武士によって今日まで、やぶ目1十気が奉納され続けてきた。中雨期、一大陽器あず鏡には、源頼朝が最後に、やぶ目の教えを受け復活させたと記されている。鎌倉時代には、秀郷流と呼ばれる技法も存在し、武士の足しなみとして、また、 幕府の行事に組み込まれたことも含めて盛んね稽古、実演された。北条時宗の執権時代までに、鶴岡八万宮では四十七回の矢ブサめが収められたとされる。だが、しかし、個人の武勇に頼っていた時代から、兵法や兵器が進化して、足軽や鉄砲による集団戦闘の時代である、室町時代、安土桃山時代と、時を経るに従い、一時廃れた。 江戸時代に入り、教皇九年、1724年、時の将軍、徳川吉宗の命を受けた、小笠原流二十代小笠原徳春は、小笠原家の伝承研究し新たなヤブサメ制定、古式と共に奥勤めの武士たちに、ヤブサメ、笠掛けの稽古をつける。教皇十三年、1728年、徳川家茂の四次のために、放送地域岸として、 穴八万宮北の高田の馬場、現在の東京都新宿区西早稲田山頂目にて、ヤブサメを取り行い、これを奉納した、この十年後、無事暴走祈願成就した折に放祭として、再び行われ、その様子を絵巻にしたものが、ヤブサメ絵巻である。この後、将軍家の役よけ、誕生祈願の際などにたびたびヤブサメが行われるようになる。明治維新を経て、幕府解体、 また、第二次世界大戦と以後の煽りを受けるなど三度の衰退を見るが、明治以降も継承され続け、現在に至る。現在、ヤブサメは様式を多様に変化させつつも、伝統を受け継ぎ、日本各地で盛んに行われ、観光の目玉となっている。また、スポーツヤブサメという名称で競技性を持たせた、馬上休日が乗馬クラブなどにより、進行され各所のルールで親しまれている。 馬を失踪させる直線区間で通常二丁約218メートル。進行方向左手に間を置いて三つの的を立てる。馬場から的までの距離は5メートル前後、的の高さは2メートル前後。流派や規定の違いにより、それぞれの距離にはばらつきがある。いては仮装束をまとい、馬を失踪させ、連続して矢を射る。 馬上における休日には、他に、笠掛けや犬大者があり、ヤブサメと合わせて、記者産物とされる。敵といてとの距離を十から十五間、約十八から二十七メートルに一つ置いたものを、笠掛け、竹垣で囲んだ馬場に百五十匹の犬を放し、いて三十六匹が三手に分かれて、犬をいるものを、犬大者という。犬大者では、犬を傷つけないよう。 引き名と呼ばれる大型のカブラをつけた矢持ち入る。以下、徳川氏での例について述べる。馬場は長さ二丁である。広さ二杖半ほどの中に幅一杖の芝を張るか、または縄を張って中に砂を巻いて、うまそうとする。一段掘り下げることもある。両側には、拉致がある。左を男拉致といい。高さは二尺三寸、右側は女拉致といい。 高さは二尺、木製でもあり、萩でも結ぶ。的は三箇所に立てる。一の的までは四十八杖、一の的から二の的間は三十八杖、二の的から三の的間は三十七杖である。敵と、馬相との間は三杖であり、上手には五杖、七杖などに的を立てることもある。的は硬い四尺八寸、厚さ一分ほどの日の木板である。 的串の長さは三尺五寸ほどで、的を挟み、頂点を上下に、いわゆるダイヤ型に立てる。居手の服装は水管、または鎧一垂れを着て裾及び、袖をくくり、腰にはむかばきをつけ、足に物いぐを履き、左に居手をつけ、手袋をはめ、右手に鞭を取り、頭には、あやいがさをいただく。立ちを覆い、刀を刺し、かぶら屋を五筋刺したエビラを追い、 弓並びにかぶらや一筋を左手に持つ。次第は、いて、諸役ともに心配が終わって馬場に行き、馬場を一通り見て回り、いては、馬場松に集まり並び、馬を立て、諸役はそれぞれ所定の位置につく。日記役が立ち出て、いての中から一番のいてがこれに出向かってひざまずく、とき、日記役は、やぶさめ始めませと戦する。この間、一同のいてを上げばする。 一番の伊手がこれを受けて立ち返り、伊手に伝え、一度を打ち揃って乗馬し、馬場元に来、戦形に馬を立て並ぶ。一番の伊手がまず馬を進めて立ちで、乗り逃走し、終わって、中継を出し、扇裁きをなし、そのまま馬を馳せ出し、中継を前方に高く投げ上げ、取り掛けて一の的をいる。これを、要線という。ついで二の的、三の的をいることは変わらない。 いて次々と弱り、5期でも7期でも、当日最後のいては老練。上手の者のがこれに当たり、まず1の的をいて、八つ返し、直ちに右手に鞭を取り、高く差し上げ、静かにこれを下ろして取りかけ二の的を言い、3の的の前にも鞭を上げる。これを、用無と言い、はだ困難な技術である。いては弱ったものから、馬場元に集まるから、全部終了の時は直ちに乗り出して、 諸役は、それぞれの位置について支度所に戻る。シャポは、胴作り及びやつがいに特色がある。馬を追い出すとともに、蔵回りといって、左右の膝を開きあぶみに立ち上がり、体は蔵と三寸くらい開くようにする。これを蔵を透かすという。体は前に伏せ、胸を反らせる。一の矢はつがえて出るけれども、二の矢、三の矢は、えびらから抜いてつがえる。 やぶさめでは声をかける。式には一の、まと前まで、陰陽矢と短く太くかけ、二の、まと前まで、陰陽陰陽矢と構成でやや長くかけ、三の、まとてまでは、陰陽陰陽陰陽矢とこうを破って、高く長くかける。略では、やあを、あらら陰陽矢、やあを、あららあらららら、などとかける。日記は、当日いて、生命を記し、中譜を記す。 交渉を長く二つ折りにして、右端を水引きで閉じて作る。スポーツヤブサメとも呼ばれる。乗馬クラブなどが主体となり開催される。開催場所ごとのルールで競技性を持たせて実施される。競技ヤブサメ関係者により、日本伝統の記者の技の継承と発展や和詩場の存続と活用を目的に、ヤブサメ競技連盟が2002年に発足した。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。